です。そうですね、日本が一番お世話になった会社と言っていいと思うんですけれど、明治になって西洋文化を取り入れるということで、まあ、学校制度を、洋式化というか世界に同じようなレベルにしたいということで、西洋音楽を含めて日本の音楽を作り出そうと、三味線やおことじゃ尺八では学校教育ができないということで、まずそれを話して、西洋音楽の子どもの教育、音楽の教育を取り入れようとしたのが音楽取り調べ係っていうのができたんですね。その中心人物が伊沢に住んでいた伊沢忠治っていう方なんですね。これ高遠藩にお勤めしてたんですけども、子どもの教育に非常に熱心だったっていうことから、政府は伊沢藩に、伊沢忠治にお前を中心としてアメリカ行って勉強してこいと、ということで数人で出かけましたね。それがメイソンさんのところに行ったんです。メイソンっていうのは学校の校長でもあるし、オルガン製作者でもあるし、一族が全てそういう宗教音楽の、関係者だったんですね。で、主を身元に近づかんというのはこのメイソンさんの息子さんが作られたそうなんですけども、そうやってアメリカに行ったんですけども、実は日本の人たちっていうのはもう非常に声が悪かった。シーボルトも日本に来た時に日本の紹介したところが背の小さい声の汚い国民であると書いてありました。当時は非常にびっくりしたと思いますね。で、そういうことでとにかく子供にどういう教育をしたらいいのかを、伊沢忠治を中心として勉強してこいと。で、アメリカに行ってメイソンさんと行って学んだんですけど、頭は良かったんです。成績は全て100点ですけども、ただ歌唱、唱歌、歌が歌えなかったと。つまり当時の人たちってのを潰してますから音程が取れない。ドレミファソーってこうやって歌ってた。で、それでそれだけは落っこちたんですけども、そのために今メイソンさんに来てもらって、とにかく直接日本で指導してほしいということで始まったのが芸大の始まりなんですね。で、芸大は最初そうやって賛美歌宗教教育がスタートだったんですね。で、そういうことでメイソンにも非常につながっていますね。そういうこと、この楽器としては非常に、先ほどもお聞きになったと思うんですけど、非常にこう、色彩というよりも墨絵といいますかね、非常にシンプルな音だけれども非常に素晴らしい表現力のある楽器なんです。で、こちらの方はどちらかというと華やかな音が非常に一般受けすると。で、ヨーロッパでこれを大変大量に輸出したんですね。このエスティさんというのはこのメイソンさんと対照的で、メイソンはどっちかというと非常に 学術派だというか、いろいろ真面目な方ですけど、こちらの方は音楽はあまり興味ないけど商売に長けていて、いいものを作れば世界に売れるということで、そういう人たちを一流の人を集めて非常に素晴らしい見てくれのいい音のいい楽器をたくさん作ってます。で、そういうことでまあ、この方楽器の方が一般的に受けるんですね。明るいということで、こちらは墨絵のようだから非常に素晴らしい表現もできるけれども、ちょっと寂しいというような特徴があるみたいです。でも、これだけでなくて大変いろんな種類のオルガン作ってますので、たまたまうちにあるオルガンがそうなのかもしれませんけれど、まあ、歴史的に調べるとこちらは非常に世界的に売り出した会社で、こちらは非常に美しいし教会関係にということを聞いてます。大変ピアノからフォルテまで出せるということで、何かこう工夫されているところがあるということなので、そこら辺何でしたっけ。じゃあちょっと音だけね、非常に小さな音、風がこう葉っぱに触れ合うというような静かな音から、ちょっと山が崩れるような音、すごい表現のできる楽器なんですね。で、それには何を利用しているかっていうと、空気でもって袋をどん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 膨らましていくと強い圧力がかかってリードがバーッと震えるわけですよね。それで大きくなるんですけども、さらに蓋を開けることによってもっと広がってくると。で、その蓋を開けるというのは普通のオルガンはこれを使うんですね。これで蓋を開けるんです。ところがこれは足の力とこの力でバランスが取りにくいんですね。ところがこれはそれを自動的に感じ取ってこの辺で開ければいいっていうのをやってくれる
オートマチックベローズシステムというのがあります。それはとにかく、からくりでもって、ね、やってるんですけども、機械具体的に言うとこう袋が膨らんできてもうはち切れそうになると、その袋の上にある棒があって、そのいっぱいになった時にその棒が蓋を少しずつ開けていくと、そういうシステムになってまして、うちのビルダーこの直す人はこれを見て、あ、これは僕も作ってみようということで、外の方にヤマハの古いオルガンがあるんですけども、それを改良してパイプをつけて、蓋が開くようなシステムを作ってあります。一生懸命踏むとその蓋が自然に開くようになって、それがこの楽器の特徴で、外から見えないんですよね。それからもう一つは音を揺らす装置ってあります。他のオルガンもあるんですけども、ストレートにピーッと出る音と、それからピーッという揺れる音があるんですね。ちょうど扇風機の前で子供たちがわーって声出すと震えますね。そういうことが自動的にできるような装置もあるんです。でその2つが1つのこの特徴になっています。音色的には1枚のリードと2枚のリードの違いなんですね。つまり 1種類の音、この2種類のオルガンが出るんですけど、これを2つ一緒にすると今度はで、普通演奏するだけでは両方出してやりますけども、変化をつけるときにはこうやって。抱きしめよう。また会えるその時まで。では、お聞きください。